こんにちは、ようこです。皆さんお元気でしょうか。本日私お腹が空いておりましてあんまりパワーが出ませんが、この動画を撮ってからご褒美としてご飯食べるんだという気合でですね、頑張ってまいりたいと思います。で、本題に入る前に私 Vine を始めました。 LINE じゃないですよ、 Vine を始めました。6秒間の映像がひたすらループするっていうサイトで、ご存知の方も多いかなとは思うんですけれども、おそらく10代の子たちがね、いっぱい知ってる。あなたは多分若者、新しいことしたいよねと思って、アカウント作って、すでにね、笑えないショートコントというのをね、いくつかアップしております。あとは動画のリキャップとかですね、あと我が愛犬かわいいんすよ、太郎さんの動画とかもアップしていきますので、ご興味ある方はぜひアカウントを作られてね、フォローしてみてください。で、面倒な方は普通に見てもらっても見れるので、普通にねご覧いただければと思います。ちょっと前置きがいつも長くて申し訳ないんですけれども、俳優のね、高畑容疑者が引き起こした事件について私はね、黙っておこうと思ってたんです。当初ね、私にとっては非常に重たい事件ですし、これだけマスコミが騒いでいて、で、普通のね、一般庶民もやっぱ影響を受けている中で、私が動画を作って言うっていうのはどうかなとも思ったんですが、日本社会がおかしいなと思ったので、私だからこそ言えることもありますのでですね、日本が抱えている課題とか、私が思うことというのを一応コメントしておこうかなと、ご参考程度にお聞きいただければと思います。で、ちなみに断っておきますが、情報は今現在のもの、今ね、8月終わりですよ。8月27日の夜8時前の段階なんで、後になってね、いろいろ出てくるかもわからないけれども、そんな感じなんで、ご理解のほどよろしくお願いいたします。今日は土曜日なので、夕方ね、軽くニュース見てみたら、そう、週刊ニュースで一番何が報道されたかっていうか、あれどういう基準なのかわからないけど、ランキングあったんですよ。1位から10位まで、今週のニュースみたいな感じ で1位がやっぱりこの事件になっていて、でもね、出てくるのはね、容疑者じゃないんですよね。母親にやたらとスポットが当たっていると、大変な心境でしょうし、もう大変な状況に置かれていると思うんですけれども、というのもね、だってここで、お母様が出てこなかったら、それはそれで文句言われるわけでしょ。でも出てきても必ず誰かは叩くしみたいな、でこんだけ騒ぎになるしみたいな感じで、本当ね、容疑者が俳優であるというのはこういうことになるのかと感じていますが、しかしそんなね、母親ばっか考えちゃダメだと私はやっぱり思ってですね。というのも、道徳的にはですよ、全ての人の気持ちを考えようとすることっていうのは非常に大事なことではありますよね。ある意味その容疑者の母親というポジションがあるんだというか、でそういう人の気持ちを知ることで、今回の事件というのは、その社会道徳的に考えれば悪いことばかりではないのかなという気はしているんですよ。最近ですね、元俳優の人が不倫をしていた上に薬物使用をしていたっていう事件がありましたよね。で、奥様の当時ね、奥様の高島礼子さんがマスコミの前でいろいろ謝ったりしてっていうことがあって、状況説明したりということで、日本社会がそこにも同情した、考えさせられたっていうのがあったばかりでね、今度は母親かいなみたいなね、奥さんの後は母親かというふうに考えさせられるわけですけれども、そういうのを踏まえると、いろいろな人の気持ちがあるんだから、やっぱ犯罪はダメだとかね、あとそう言って迷惑かけんだからっていう戒め的なところにはね、でも理性が通じる人にしか通じないけど、そういう側面は一ついいとして、その何かしでかした人の親族が会見を開いて、その芸能人の場合はね、で公開処刑しながら、こうマスコミがどん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 騒ぎ立てて、なんかこの芸能界という場所のなんかこう異質さというか、特殊なところであるなというのを本当改めて感じてます。なんかね、やっぱ事件があれば大きく取り上げられてもおかしくないんですけれども、その芸能界というところがどうしてもその広告とか宣伝、あるいはそのネタ化することで商売とね強く結びついているっていうのを一つ感じていますと言いながら、私も動画作ってるんでね、広告ペッて出ると思いますけれども、なのであんまり偉そうに言えないんですけれども、本当だって一般庶民の話であれば、母親は少なくとも出てこないですよね。少なくとも出てきたとして、こっから下とかね、基本的に私の知る限り顔とか出てこないし、そんな会見開くとかありえないし、
いうことを考えた時にですね、これだけ母親がクローズアップされると、じゃあ何が起きているのかというと、まあ、私はさすがに違和感を覚えているのと、個人的にですよ、これが私が正しいとかじゃなくて、私はなんかこう大事なことが忘れられているように思うんですよ。それは何かというと、単純に被害者のことがですね、被害者のことというか被害者の気持ちというのをこの社会がね考えられているのかなーっていうのが非常にこう重くのしかかっているわけです、私の上に今今までやっぱ十分に深く考えられていなかったなと思うのが、殺人事件でも交通事故でもその報道されるものというのはどうしてもネタ化しちゃうっていうのが問題だなっていうふうに感じてます。情報媒体が増えたし便利になったのも原因だとは思うんですけれどもね、私が言うネタというのはその報道の材料というのもありますけれども、もう一つはやっぱ本当にネタ、笑いのネタじゃないけど、だってね、今回の事件ね、早速どういうふうに使われているかというと、そのアプリはね、私はなんかこう日本人のトンチ聞いた感じがね、なんか日本人らしくて面白いなと思ってね、結構好きで見るんですよ。面白いですよ。北朝鮮ネタとかもあって面白いんですけどね。まあ、よその国家のことを笑うにしても、その自国のね、総理大臣をね、そういう風にしたりとかするっていうのが一つと、これ被害者がいる話ですからね。それをね、なんかこういう風に笑えるその精神ってさ、大丈夫なのみたいなことをちょっと考えさせられています。何も面白くないですもんね、これ。でもなんかいっぱい評価ついてるしみたいな事件があれば報道はそれしなきゃいけないし、国民の知る権利あるしみたいなところで、物理的な限界はあるんですけれども、やっぱ理想論としてですね、やっぱこう被害者の気持ちとかを考えるようなこう風潮になってほしいなと思って、まあ、ネタ化するといえばですね、不正をした野々村なんだっけ、龍太郎さんとかいましたけれどもね、とか舛添さんとかね、政治家のような公人とかが起こすそういった不正、なんか愛人とか本当どうでもいいけど不正系のこととかはもう徹底的に糾弾されるべきです。とはいえ人格否定とかいうのはまた別の問題なので、ああいうのはしてほしくないですけど、そのしかしその不正においてですね、社会的にバッシングをするとかいうのは戒め的な部分でね、いや不正したらこうなるんだみたいな、こんな公開処刑されるんだみたいなね、そういう部分ではいいとは思うんですけれども、やっぱ被害者国民だしみんなでバーッと言えばいいんだけど、殺人事件とかね、強姦事件とか交通事故とかそういうのって本当にね、私たちみたいな人、もう私もいつなるか分かんないけど、そういうね、なんか被害者のいる事件っていうのは軽々しく扱っちゃいけないよねっていうのをものすごい感じています。で、今回のその高畑容疑者の事件ですけれども、異常にもこの会見を開いて、全てのね、いいんですよ、お母さんはね、一生懸命頑張ってるんですよ、息子のために容疑者になろうとなんだろうとね、でもその全ての質問に答える意欲も見せて、いると。で、その母親像に実は私は問題を感じていて、出てきても叩かれるって、私が叩いてるじゃないかっていうね、いう話なんですけど、何がいけないのかと私が思うのかというと、一つの観点としては、皆さんおっしゃられてるように、そのすでにね成人してる子供の親としてですね、そういうふうにやるっていうのもありますけど、それ以上に母親がね、模範解答みたいな対応をしているっていうのがね、問題なんですよ。これ本当は申し訳ないけど、なんだろう、出来すぎくんじゃない、出来すぎさんみたいな。残念ながら彼女は容疑者の母親っていう状況に今あると。で、それがしかし、そういうね、出来すぎさんであることによって美化されてしまっているって思うんですよ。私の目からしたらもうね、本当会見とかね、もう映画のワンシーンであるかのような感じでね、もう本当に私も感情移入してしまうし、お気持ちもすごいわかるしね、もう本当大変な立場に立たされていると思うんですけど、できすぎちゃってることによって、その競争をね、煽るつもりは私はありません。ご親族の皆さんも本当皆さんがね、被害に遭ってるも同然なわけですけれども、本来こういう言い方すべきじゃないかもしれないけど、わかりやすい表現を使わせていただくと、本来の悲劇のヒロインが、本来ね、そのホテルの従業員のその女性だったわけじゃないですか。もうそれがもうなんか容疑者の母親に映ってるっていうのがなんかこう私的には違和感を感じるわけですよね。だってね、母親についての報道ばっかで、えみたいな、それ何みたいな、なんか今その罪に問われてるということで、確かにそれ重いと、
けれどもその芸能人だからっつってね、そんなにあの報道、母親を報道したところで国民にとっては別に別にみたいなところもあるしね、私としてはね。被害に遭った女性はですよ、容疑者の母親をこう非難したいんですかみたいな、その方の罪を問いたいんですかみたいな、そんな風にもう見えてきますよね。だってもうね、いや産み育てているのはあるとはいえ、母親ばっかりがクローズアップされてるというのはおかしくないですか、普通に考えて。芸能人としてはやっぱね、その公共の電波に乗ってっていうところだから、まあ、政治家まではいかなくてもとか公務員レベルにいかなくても同じレベルでね、あの責任が伴うのかもしれないけれども、なんかそのもういいよみたいな感じのことも私は正直感じています。でも本当ね、その被害者をないがしろにするっていうのと大々的に報道しすぎっていうので、なんか報道の仕方としてね、あるいは社会の風潮としてどうなのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱその被害者の気持ちに寄り添うような社会でないと本当ね生きづらいと思うんですよね。あの強姦ってみんな言うけどね、被害に遭ってる女性って日本中にたくさんいるんですよ。そのうちの一つの事件がそうやってクローズアップされて、なんかああいう風に言われてるのは私は本当に気分が悪くなります。被害者としてはもうその方を存じ上げないから何とも言えないけれども、普通はね容疑者を罰してくださいって、それじゃないんですかみたいな。その女性にもご家族とかおられるだろうし、罪を償ってほしいとか安心できる社会にしてほしい、私の生活をねあの今後ちゃんとあのサポートしてほしいとか、そういうとこなんじゃないかなと思うんですけどね。私からするとね、今の時代ね、やっぱあの食産業が闇に病んでるし、そして日本人は自然に反して働きすぎだし、で技術が発展し便利な世の中になったからこそ、その化学物質だらけの環境の中に生きていたりとか、ホルモンバランスの乱れとか脳への影響とかがねいっぱい見受けられるわけですね。そのおかしくならない方がおかしいみたいな世の中になってきていると思うんですよね。だからその子供がね、例えば仮にですけど、そのいつ、ね、そういう事件を起こすかもわからないっていう状況に実はあるのかもしれない、まあ、でもね遺伝的なものとかもあるかもしれないので、ね、組み合わせとかでね、なんかなんとも一概には言えないけれども、どこで身内がね、何かに走るかわかんないっていうのはあのみんなが持ってるリスクだとは思いますので、そういうことに関しては大事な観点を示してくれたように思いますが、やっぱりその私はどうしても被害者の方がね今どうされてるかなっていうの、その心境がね不安で仕方ないですというのも、これ以前動画の中でも話したことありますが、私も襲われた経験があるんですよね。強姦までは至らなかったけど強姦してる犯人だったんですよ。でその今はそれ時間が経ったからこそ、あの大学生時代の時なんで、もうさすがに10年10年経ってるんで、もうさすがに言えます、普通に話せるんだけれども、あのメンタル的にね。ここでですね、あの被害に遭うのがどういう状況なのかというのを、まあ本当ね被害っていうのはいろいろあるし、人それぞれ感じ方が違うのは何とも言えないんですけれども、やっぱあの私も襲われてたことをやっぱそれに意味があると思いたいし、でこれがもしかしたら皆さんの参考になるかもしれないので、一応お話をさせていただきたいと思います。何が起きてね、どういう状況で警察がどういう対応をしてっていうのをね、でその問題点はとかお話できればと思うんですが、かいつまんで言うと、夕方にやっとこさ出かけて最寄り駅で買い物してアパートに帰るっていう、そのアパートに帰る時の話なんですけど、あのアパートが、私が一人暮らししたんですよ大学時代ね。アパートがすぐそこに見えてる、で後ろね何十メートルか先ちょっとなんとなく気配感じるから後ろを振り返ったら男の人がいる、でもアパートの方が明らかに近い距離感だったんですよ。で私想像力豊かだから、仮にね彼がなんか駆け寄ってきてもね、いや私は多分アパートの方が近いとか思って歩いてたら、なんかサササって寄ってきてたみたいで、ガサッと音がした瞬間に、右手で口を塞がれて左手で首を絞められたんですよ。首絞めてきたんですよ。だからうえって言ってみたら、ちょっと緩んだんで殺すつもりはなかったっていうのはすぐ分かったんですけど、でその犯人はその後逮捕されてるから年齢は分かるんですけど、当時24歳、ね、高畑容疑者も22歳ですよ。パワフルなんですよね本当に。しかも私の場合は背後から来たから、いやもう無理やろみたいなね。この照明じゃ見えないけど私結構ムキムキなんです。見える
だから剣道もしてたしね、声は出ると、ああいうことで、こういう場合はどうしたらいいんだって、こう口塞がれてるけど多分声は出るって言って、いや本当助け求めなきゃと思って、助けてってプライドは許さないですよ、言うのは。本当は助けてなんて人になんか言えないじゃないですか。でもここは言わないかんと思ってね、叫んでね、とかね、誰か来てとかブワーって叫んで、助けを求めてるつもりがね、そのうちね、この野郎みたいな、ね、お前ふざけんな、調子乗んなみたいなこと、調子乗んなよって最後ブワーって叫んでましたけれども、そんな私も本当弱くないけれどもね、パワフルなんですよ本当20代の男性ね。で私の犯人は、警察から後で聞いた話では、本当にガタイがいいし、筋肉質のタイプでね、力が強いというのに、その上にやっぱ後ろから襲ってきたっていうことで、もうね対応しようがないんだけど、私の場合は揉み合いになって、ちょっとうわーって二人で動いて戦ってね。でもその時私チョーカーしてたっつうのもあって、メタラーだからね、こうなんかごついのしてるわけでしょ。でそれ上からね締められたから、なんか首の跡もやっぱついたしね。まあ応戦して、でも結果的に服の中に一回手入れて、でもそれでもうちょっとミッション達成だったんでしょうね。それでもう触ってブワーって逃げていきましたけれども、本当に近年ね、ちょっと私マシになりましたけれども、本来めちゃくちゃ男女なんですよ。男子に混ざってるじゃないけど、男と常に競ってきたし、言葉遣い悪かったし、だいぶ治ったけどね。でその私は男の人がね、異性としては好きですよ。女の子にそういう意味では興味がない、ストレートなんですけれども、自分自身は女であることっていうのをね、いまだにこうなんだろうね、女性というものに劣等感があるのかなんかわかんないですけど、とにかくね、性に関してはいまだにね、ちょっとなんか自分なんだろうって思うところがありますが、最近はもうね、男性方が優しくしてくださるので、だいぶ女でいることがどういうことであるのかっていうのが分かってきたけれども、当時の私はまだ若い21歳でね、なんかこうやっぱ強がりたい時期でもあったんでしょうね。でやっぱ欧米の影響も受けてるしみたいな感じで、だからその女としてそういうなよってした感じで見られるのがものすごい嫌だったんですよ。女であることをいいことに男はそうやってね、女として見て使うっていうのはもう本当許せなかったわけですよね。私にとってのものすごい侮辱だったわけですよ。でね、その上で近所の人が出てきてくれたはいいけどね、私とっさにね、やっぱ今変な人がって言ったんですけど、変な人がって言ってる私こそがね、黒ずくめでね、めっちゃ怪しいみたいな、化粧厚いしねみたいな、そういう恥ずかしさも一部あったんですけど、それはちょっと笑い話で、本当に腹が立って、本当にふざけんなと、せめて前から来いみたいな、ね、違うか。でもその時もきつかったけど、その事件の後がきつかった。通報してくれてる間もなんか私が別に悪いことしたわけじゃなくて、被害者なのになんかその変ね、まあ大丈夫なのかなとか、なんで声かけていいのかなってわからないでいたから、そういうなんかこう気まずい雰囲気に思えたのかもしれない、当時の私は。でその後でも警察が来てくれましたと、ああちょっとほっとしたみたいなところもあったんだけど、そしたらね、私パトカーの助手席とかならいいのに、パトカーの後部座席に乗せられたんですよ、2人で来てたから。で後部座席に乗って、でそれがねどんどん街中に行くわけですよ、警察署が街中にあるから。そしたら人通りが多いわけじゃないですか。そしたら私は被害者、被害者なのに、なんか街行く人々があたかも犯罪者を見ているかのごとく見てくるわけですよ。本当にね、いや街行く人たち全然その悪気はないと思うし、なんやろうと思って見てただけだと思うんだけど、今考えればね、当時の私はパトカーの中こうやって見てくるときに、なんかって被害者なのに、なんかこう犯罪者に見られてるみたいな、その視線がグサグサグサってきてたわけですね。ほんとね、街の中とか学校の中でもその人に見られたくないんですよ、もう。だからいつもうつむいて歩いてたし、この私が。ね、なんかそんな状況でね、普通の時も視線が痛いのに、そのパトカーの中でその視線を浴びた時はもうどうしてくれるんやっちゅう感じですけれどもね。ただでさえね、ほんとその日に眠れないだろうなと思ってるところにね、警察署でね、警察の人たちが気を利かせて飲み物くれましたと。で叫びまくって喉が渇いてる私ね、飲み物欲しい、やっと なんか喉渇いてたと思ってたから、やっとなんか飲めると思って出てきたものが熱いコーヒーいや飲まなきゃ失礼だしと思うし、ほんとね、でも喉枯れてるから痛いしみたいな、飲んでみたんですよ。もう熱くて飲めないみたいな、ここ痛くて、
でね、夜眠れなくなるしみたいなことを思いながら、でも警察署はサービス業じゃない、サービス業じゃないとか思ってね、でお水くださいと言えなかった、まだ弱かった21歳の私みたいなね、本当ね、そのあらゆる意味で苦々しい思いをしたんですけれども、その後やっぱ警察にね、何が起きたか説明しないといけないと。で今回の事件の被害者の女性もおそらくされたと思いますけれども、大変なのがね、今すぐにでも忘れたいその出来事をもう一回脳内でリプイートしないといけないんですよ、ね、で話をする、ああこうだったこうだった嫌だなとか思いながら話をしますでしょ。その後今度は上の階に連れて行かれて柔道場に来たんですよ。おー特見合いかみたいなね、いや本当再現してくださいって言われたんですよ。何が起きましたかって、どういう状況でしたかって、もうだからね、ただでさえもう男性不信になりそうな時に男の人のね、これしょうがないですよ文句言ってもね、分かってるけど、その男性 の, あの警察の方2人がいて、で1人は、あいや2人3人ちょっと覚えてないけど、もう昔のことなんで、でも記録取る人とね、その再現する人といて、でだからもう本当嫌なのに、本当に嫌なのに後ろに立たれてね、いやこんな感じで近づいてきて、で状況的にはこんな感じでしたみたいな感じで言うか、それを再現するんすよ。きついっすよあれは、本当に嫌。うん、でだからそれをでもね説明して、今度は脳内でリプレイしたと思ったら、またねその元の場所に戻って、そしてその忘れたいことを今度3回目ね、被害届私が出すって言ったもんだから、そのまとめましたとね、証言をもとにまとめたから確認して、もう一回リピートしなきゃいけないって何すり込んでんだろうと思うぐらいね、直後にねそういうことしなきゃいけないと大変だなと思いつつ、でもそれがあったから良かったんですけどね、結論としてはですね、一刻も早くね本当癒してほしいし安心を与えてほしい時にこんなことをしなきゃいけないっていうのは、本当ね被害者っていうのはこうなるんかとね、当時もいろいろ理解しつつも辛いなって本当その時は思ってました。もう少し話をさせていただくと、数ヶ月後に犯人が捕まって、で別の警察署だったんですけれどもね、広範囲でやってるわけですよ。結局犯人は現行犯逮捕されてるんですよ。で余罪を追及されて、で警察がどういう調べ方をしたかというと、パトカーに犯人を乗せてもうその辺をずーっとドライブして、でここでやった、あそこでやったって自供させたらしいんですよ。そしたらまあね、私が激しく抵抗していたこともあってか、犯人が覚えていて自供したんですって。でそこで私の被害届が出ていたから、そこで私に連絡が入ったという話だったんですね。30人以上ね被害届が出ていた。でもそこで聞いた印象的な言葉はね、みんな基本的に被害届を出さないって言ってたんですよ。問題だと思いませんか？女性がねそういう被害に遭った時にね、被害届出さない、これ社会問題だと思いますよ私。いや被害届出してよって、他の女性が襲われるでしょみたいなことも思うしね。海外の女性とかはね、この野郎って感じになるでしょうし、強いしね、体も大きいしね、アメリカとか訴訟国家だから下手にね襲えないだろうしとかも思うけれども、ちなみに私のアメリカ人の友達のさらに友達、まあその人もアメリカ人の女性なんだけど、日本に来た時に電車に乗っていて、そこで痴漢にあったらしいんですよ日本人からね。でそこでどう反応したかというと、被害に遭ってんのに犯人に向かってアハハハって笑ったらしいんですよね。さすがちょっと違うわみたいな。その日本人はね、それ最近はね結構叫べる人もいると思いますよ、痴漢ですみたいなね。けれども本当に被害あった時は多分へって感じで、え分かんなくなって、そして恥ずかしいから何も言えないみたいなね。で自分に自信がなければないほど多分声を上げにくいと思うし、でそういう人を狙うだろうしっていうのを考えるとですね、本当にこの日本人の女性のね在り方というのは見直さないといけないっていうふうに私は今思ってるんですけれどもね。というのもさ、アメリカ人の女性を笑い飛ばせるようなことをね、日本人はひたすらこう耐えるみたいな、これ問題でしょ、おかしいでしょ。でインドとか見てみてもね、インドっていうのは本当格差社会でいろいろなんですけど、よくやっぱりその犯罪が起きてるんですよね、その強姦事件とかがね。で私が興味深いなと思った映像があって、それはその痴漢をした男の人と警察官と、で痴漢の被害に遭うと女性、違う女の子ね、まだ女の子だった、10代の子が立ってて何がその映像の中で起きるかというと、痴漢の被害に遭った女の子がその犯人をボッコボコにするんですよ。警察官笑ってるみたいな
すげえと思った。女の子つえーみたいな、ね、男にしてみれば襲う相手間違ったっていう状況ですけど、もうなんか言いながらポッコポコポコ靴とか取ってパシパシみたいな言うことやってて、でもそんぐらいしないとほどサバイバルだからね、大変なんでしょうけど、いや女性のあり方をだからそういうのを見てとか聞いて考えさせられてるんですけれども、日本人ね本当恥ずかしがるじゃないですか。ここ変えるべきだと私は思ってます。うん、だって良くならないじゃないですか社会が本当に、ね、でも日本人って本当ね、あの歴史を見てみても戦時中とか戦後とかよく聞きますけれどもね、その女性があの他国の兵士に強姦されたりとか言って、あとその強姦された時 の子供をね身ごもっちゃったりとかして、で当時堕胎手術っていうのはあの禁止されてたしみたいなところでね、だから例えばその引き上げてくる時、大陸から引き上げてくる時に船から身投げするとかね、自殺をしちゃうレベルじゃないですか日本人って。もうなんか本当ね、だから親に合わせる顔がないとか、あのお国に対してね非常に恥ずかしいとか、なんかいろんな思いがあったとは思いますけれども、とか悔しいとかね、でもそこで自分の命を絶つぐらいしちゃうっていうのがね、なんかもう国民性なのかなとも思いつつですね、でもね、そこの精神はしかし変えないと日本社会は良くならないと思うんですよね。でなおかつそこの部分を理解しない、あるいは改善できない日本社会も問題だと思うんです。警察でねあの話を聞いてる時に、もうできるだけ長くねこいつこの犯人をね刑務所ぶち込んでおくからって言われたんだけど、でもね10年も厳しいかもしれないって言われたような記憶があるんですけどね、ちょっと数字は覚えてないけど、はっきり覚えてないけど、でも私が思っている以上に短かったのを覚えてます。なんかこうショックだったのが、あ出てくるんだみたいなね、そしたらまた誰か襲うじゃんとか、私もなんか安心できないじゃんとか思ってね、その犯人が捕まるという連絡が来るまではどこいるかもわからないし、私がそれでね抵抗したから私を狙ってくるかもしれないとか思って、なんか変えなきゃって、もう髪型変えたくない、前髪だけ切ってみるとかね、その意味わからんことしてましたけどね、その当時で編んでた私はね。っていうか私鮮明に何でも覚えすぎっていうところでね、もしかしたら見てるかもしれないですよ犯人がね、であいつ名みたいになるかもしれないから、あまり安心はできないですけどね。でも本当だから今でも嫌な気分がしてます、おかげでね。私の場合は強姦事件には幸い至らなかったけど、3件強姦してるやつで、本当ね日常的なことっていうのが未だにね時々リマインドしてきます。極力ね誰かと一緒にいるっていう選択肢を選んでるわけですけれども、というわけで私のその認識っていうのは自分の体験がこうやってあるからこそこういう考え方をしてるわけです、こういう見え方をしてると。でその状況において、あのその今回のね高田容疑者に襲われた女性があのどういう方かっていうのは全く存じ上げないので、もう考えようがないんだけれども、私の目線からするとこんな形で容疑者の母親がやたらと美化される、でそれがしかも全国でバンバン報道されていると思うと、この日本社会に対してですね居場所がないみたいな状況になっていなければいいなと本当に思ってます。その方がね強い方であればいいけど、辛くて話したくてもこれだけ報道されてたらね余計に口に出せないしみたいなね、話すことでだいぶ軽減しますからね。それにその大抵トラウマがつきまとうわけでね、お仕事その後どうされるんだろうとかね、本当その方が周囲から大事にされてればいいですけれどもね。この場をお借りして皆さんにお願いしたいのが、これね被害に遭う女性 によるから一概には言えないですけど、私からとしてはもしねこういう不運な女性が周りに出てきてしまったらね、そしてそのことをその方が皆さんにお話をしてきたら、その件についてお話をしてきた場合にはぜひともですね、あのそばに行ってあげてほしいんですよ、守ってあげてほしい。もう別にねあの強くなくてもいいから、一緒にいることっていうのを相手が求めてきたら本当にいてあげてほしい。もういろんな妄想しちゃうし、やっぱ誰かといるとその自分の妄想しちゃってる想像しちゃうことも暴走しないから、やっぱ誰かがいてあげるっていうのは非常に大事なことだと思うし、といってもね一人にしてっていう人には一人でしてあげた方がいいかもしれないけど、わかんないけどねその辺は、
けどもう極力やっぱ近くにいるとか、そのなんか出歩く時にね一緒ついてってあげるとか、なんかそういうことをねしてあげてほしいなというふうに感じてます。で、女性の皆さんには何時もね気を緩めないでいただきたいと思ってます。特に一人でいる時はね、何が起きるかわからないというのを念頭に置いた上でいてほしいと。日本だからって安心しちゃダメですよ本当に。私はその下着泥棒でも盗撮でも何かしらこういう系の事件が起きるたびに、自分がね被害に遭っておきながら言うのも変な話なんですけれども、被害に遭ったからいいように解釈しようとしてるわけではないんですが、コントロールができない、自制ができない、分別がつかないっていうのはね、もう病気だと思うんですよね。だからその病気で片付けてしまうのは楽なんですよね、罪も軽くなっちゃうし。けど私が思うに、本人たちもね、中にはですよ、みんながみんなじゃないですよ、でも中にはね苦しんでる人たちもいるんじゃないかなと思うとね、なんかこう簡単に語れないなってこれこそ思うんですけれどもね。で、自分の自覚のないままに、まあ、社会の中で落ちていく人たちもいるだろうしっていうのを感じてね、本当社会を改善しなきゃいけないと思うわけですけれども、高畑容疑者に関してですね、臨床心理士の言葉にこのようなものがあります。これニュースから引っ張ってきたんですけど、一般論ですが、反社会性パーソナリティ障害の傾向が見て取れます。同障害者は他人に対する共感性に乏しく、罪の意識や道徳心が薄い、嘘も平気でつきます。スリルを追い求める癖があり、あえて犯罪などハイリスクなことに手を出したがる。自分を過大評価しているからで、犯罪に手を染めても自分なら切り抜けられる、なんとかなると高をくくっています。反省はしないと、逮捕されても土壌踏んだと思うだけで次はうまくやろうと考えますという感じですね。この容疑者はですね、ネットで今ググったら、業界ではそういう状況だったとか、あるいはその何、なかなか追いかけられたとかね、なんかいろいろ載ってますけれどもね、真偽は分かんないけど、なんかそんなことも言われていて、どうしたもんかなと思いますね本当にね。こういう人が出てくるっていうのは、遺伝のね関係とかもあるかもしれないけれども、社会問題として捉えた時にというのも、その環境が人に与えている影響、特に男の人とかに与えている影響というのが、これ十分に考えられているのかなっていうのが私一つ疑問なんですよね。人間はもしかしたらその一定数ね、そういう風になるものなのかもしれないけれども、やはりなんかこうね、これだけ騒いでんだから意味のある対策をね、社会として取っていってほしいって私は願っているわけですね。例えば前にも言ったことがありますが、その物理的な部分で食産業とかね、日用品とかの化学物質、もう何にでもあるじゃないですか化学物質が。だからそういうのを逆手にとって予防となるね、食生活の教育とか、例えば私さっきも言ったけど、私うつでしたと、うつの原因をね、今全然うつじゃないですよ、全然落ちない、原因があればね、悲しくなる出来事があれば、悲しくなるけど、それも長く続かないし、うつではないですよもう全く。何を変えたかっていうと、栄養ちゃんと取るようにした、特にタンパク質ねっていうのをしたら、もう全然気分が違うわけですよ。そんなもんなんですよね、生き物なんで。だからなんかそういう教育をちゃんとするとかね、本当性の問題とかってホルモンバランスとかもね、非常に関連してるでしょうから、だからそういうのをちゃんと考えていくっていうところには、予備軍的な人たちのことを考えるとね、非常に大事なんじゃないか、そして効果があるんじゃないかと私は考えています。で、そういう化学物質というのも、もう極力減らしていくみたいなね、そういう動きになってほしいなと思ってます。それからその社会の在り方とか道徳部分っていうのは、これはみんな共通認識を持たなきゃいけないしね、政治の部分でね、戦略がないのと同じで、なんかこう社会の日本人像とか、こういう人が理想ですよとか、なんかね、平等言いすぎて、そういうのがなくなっちゃったから、その宗教的なものではないけど、なんかそのね、みんなが持つべき像があっていいと思うんですよ、尊敬する像みたいな、そういうのがなくなっちゃったから、その社会における道徳っていうのとか、そういうのもやっぱりね、みんなで共通認識としてやっていかなきゃいけないし、コミュニティの結束の強化、これはもちろん大事だし、気休めかもしれないけれども、女性に護身術をね教える、すると気の弱い男性がね、弱そうな女性を襲うっていうのが結構ありがちなパターンですし、そうなると襲うに襲えないみたいなねことにもなるかもわからないし、女性としては私も女であるがゆえに、そういう風になるとちょっと安心するわけですよ、自分でも何かしらはねできるかもしれないみたいな。
で実際私ちょっと探してみたんですよね。私は合気道を習いたいと思って探したらね、見つかんないのね。都合のいいところでね、車運転しないしみたいなところでね、どうしようかなと考えてますけど、私もちょっとムキムキになって、もうちょっとねちょっと違うかあとはね、やっぱね、コミュニケーションの取り方っていうのがね、これ社会の課題だなと思うんですよ。だってね、容疑者の人だってね、人間なわけじゃないですか。コミュニケーション日々取ってるし、なんかツイッターに書いたりもしてるけれども、それを話す場所がなかったんじゃないかなと。あったのかもしれないけれども、周りが支えきれなかったっていうのは、これはね、至る所で起きてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ自覚がないと相談とかはできないけど、何かしらあるはずなんですよ。だから周りが汲み取るっていうのも一つ大事だし、その際やっぱお互いね、国語力がものすごい必要だと思いません？国語力を持って、そしてコミュニケーション力を持って表現して、まあ、問題が分かったところでやっぱ相談先がないといけないですよね。だからそこはやっぱり社会が抱える課題であると思うし、でなんかこの認識としてですね、その性に関して問題を持つとかいうのが、これ恥ずかしいことだと思わないでほしいんですよね。もちろん容疑者とかをね、擁護する気は毛頭ありません。私も被害に遭ってるし。けど私たちはみんな人間なわけですよね。私たちはね、人間っていう生き物だけど、社会というのを作って、その中でね、みんな子孫繁栄はするんだけど、ちゃんと制御してみんなで共存するっていう道を選んでいるわけであって、ということはね、ある意味否定してるわけじゃないですか、その生物的なもの、自然なところ。そこを自覚なしに生きていると、やっぱ選択も誤ってくるし、周りもね、対応間違うしみたいなことになってくると思うんですよ。だからそういうところをね、食べ物とかで調整したりとか、あるいはそのなんか添加物とかいっぱい入ってるじゃないですか。その人がおかしくなるようなものを一切入れないような国にしていく。海外とか普通にそういう動きになってるのにね、日本は本当遅れてるんですけど、性の問題はね、犯罪レベルにいかなくても、性欲強い人もいれば弱い人もいるわけで、強い人の人たちはもしかしたらなんか苦しんでるかもしれないじゃないですか。私はね、個人的に恥ずかしがることじゃないと思う。ただ人に迷惑をかけないような対応をしていかないといけないわけで、それが普通に話せてね、普通に対策が取れるいう風にしてほしいなの。だって襲われてほしくないっすもん、女性が。ね、男と女も体力差歴然としてますから。私はね、女にしては強い方だけど、男とね、普通に勝負したら負けますよ、そりゃ。認めたくない事実だけど。ちなみに今回の事件はね、母親が会見してる時に、マスコミの記者がね、息子のその容疑者について、性欲が強いとか性的嗜好がおかしいと思ったことはないかっていう質問をしてますよね。もうありえん。なんだろう、その、息子の性欲とか把握してる母親って、それおかしいんだろうと私思うんですけどね。まあいいや。ほんとこれだけ熱心にね、マスコミがこの件を取り上げるのであれば、もっとさ、みたいな、北朝鮮とか中国の脅威の話をしてよって本当思いますけどね。本当最初に言った通り、芸能界とか報道の世界っていうのは特殊であります。いろんなことが絡み合っております、いうことで。しかしその中で私たちは生きていかねばならないね。抜本的に変えるっていうのはなかなか難しい。でもね、捉え方とか発想の問題だと思うんですよね。ということで、またまた長くなってしまいましたが、最後までお聞きいただいた皆様、本当にありがとうございます。優しい方がいるもんですね。なんかご参考になったら嬉しいです。ということで、またお目にかかります。つむらぎ家坂。